ロバートタウンはアメリカ合衆国の脚本家、映画監督、ロサンゼルス出身。父親はロシア系、母親はルーマニア系。ポモナカレッジで英文学を学び、卒業後、軍に入隊。除隊後の1958年、ハリウッドに行き、ジェフ・コーリーの演劇養成所に入り、そこでジャック・ニコルソンやロジャー・コーマンと知り合う。その後、脚本家に転じ。 人気テレビシリーズ0011ナポレオンソロやアウターリミッツの脚本を執筆した後、コーマン監督の低予算映画から映画の脚本の執筆を始める。下積み時代、共にロジャー・コーマンの下で働いていたフランシス・フォード・コッポラから依頼を受け、ゴッドファーザーの撮影中に脚本の手直しを行う。ドン・コルレオーネとマイケル・コルレオーネが話し合う著名な 画面の脚本を書いた1974年、ニコルソンが主演したチャイナタウンで第47回アカデミー脚本賞を受賞。1982年にはマイライバルで監督デビューした。ありがとうございます。